月曜日の分、火曜日の分、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日。あれ、日曜日？頑張れずっと。亀田の柿の種。皆さん、ハッピーターンの法則ってご存知ですか？誰かにその人がハッピーになることをすると、ブーメランのように回り回ってそのハッピーが自分にも返ってくる。それがハッピーターンの法則です。では、ハッピーになれ！頑張れずっと！ハッピーターン。曲がりせんべいをこうやって振ると曲がってるように見えませんか？うん、曲がってる曲がってる。ほら、曲がっ。頑張れずっと。亀田の曲がりせんべい。ずっと一のテレ屋さん、揚げ一番をご紹介します。あれ、ちょっと出てこないの？もしかして上がっとる？頑張れずっと。揚げ一番。パタパタ、ピタピタ、ペタペタ、ポタポタ。頑張れずっと。ポタポタ焼き。なぜ柿の種と梅しそがこんなに合うのか、私大発見してしまったんです。まず柿と梅、なんとどちらも2文字、2文字なんです。そして次に漢字にすると、なんとどちらも木偏、木偏なんです。ほんと大発見。え、頑張れもっと。亀田の柿の種梅しそ。こちら化粧屋の商品担当の田野さんです。田野さんに質問です。ちゃんと化粧にかけて作りましたか？はい、だそうです。頑張れもっと。手塩屋。皆さんもよくありますよね。朝起きて窓のカーテンを開けた時、ああ今日は玉ねぎ日和だなって日、よくありますよね。ああ玉ねぎ日和だなって日。ん？頑張れもっと。玉ねぎ日和。お醤油めっちゃ染みてるわ。あかん、美味しすぎて素が出てもうた。頑張れもっと。技のこだわり。モットーの新人柿種カフェは、ちょっとおしゃれなチョコレートの柿の種。君はブラウンでコーディネート？こっちはピンク？二人ってもしかして？頑張れもっと。柿種カフェ。